どうもベトナム住みます芸人 WC シーソーケーです。よろしくお願いします。さあ今日はですね脱毛サロンにやってきました。うん、湘南美容外科さん。日本の美容が法人誌の体験できるよ。めっちゃすごくない？いやすごい。いやこれをね、うん、やっぱやりに来ましたよ、うん、我々日本人としてね、うん、はい、日本人としてよくわからんけど、はい、日本人として紹介したいと思います、はいはい、じゃあ行ってみましょう。レッツゴー。中に早速入ってまいりましたが、日本人担当カウンセラーの唐沢さんに、はいはい、来ていただきました。トイの脱毛はですね、はい、まあ、個人差はあるんですけども、はい、大体6回から10回ほど受けていただきますと、はい、まあ、ほぼ毛が生えてこなくなる脱毛になりますね。あー、なるほど。結構痛いって噂を聞いたんですけど、はい、ちょっと1回目は、はい、まあ、痛みを感じる方もいらっしゃるんですけども、まあ、回数重ねるうちにほぼ痛みはなくなると思います。はい、まず慣れてきて、はい、体も慣れてくるという、毛が薄くなってくると、はい、そんなに痛みも感じなくなります。ちなみにおいくらぐらいですか？脇は1回15万ドンです。安ー、めちゃめちゃ安ー。その値段だったらとりあえず1回ちょっとお試しじゃないけど、ね、自分的にやってみようかなっていけるもんね。確かにその美意識の高い女性だって男性もね今増えてきてるしね、ベトナムも。そうね、だからぜひちょっと僕が今トライしてみますんで、はい、見てどう思うか、はい、感じてみてください。はい、やってみましょう。ただいまより脇の施術脱毛が始まりと。あとで脱毛始めます。はい、めっちゃはずい。脇大丈夫ですか？はい、大丈夫です。あ、すごい日本語も上手で脇も剃られるなんてさ、初めてだけ、ね、恥ずかしいのよ、なんかめっちゃはずいのよ。でも美しくなるってそういうことだよね。どういうこと？レーザーで焼くっていう認識で合ってますか？焼く？はい。レーザーで毛の毛を生やしてくださいねっていうふうに指令を出すところを温めて、はい、そこを破壊していくような機械になります。はあ。でも生やすなよって怒るってことですね。まだ次の毛生やしちゃダメって感じです。なるほど。じゃあアイガードをしていきます。はい、はい、あちょっと怖い。はい、2箇所右側を上げていきますね。はい、大丈夫ですか？全然痛くない。 えめっちゃ怖かった。めっちゃ今ね足ピンってなってたけど。もう1箇所当てます。あーちょっと痛い。え、でも我慢全然できるんでしょ？ああ、できるできる。はい、正座を始めます。頑張っていいですね。大丈夫ですか？大丈夫です、全然痛くない。え、チク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 してる。少し真ん中あたりの気が付いところは他に比べると痛みが出る。なるほど。と思います。来ました、ちょっと来てる。あと場所によるんだよ。 あちょっと来てる来てる来てる。でも耐えられないほどじゃないよ。だって全然痛そうじゃない。うん、もっと俺あ痛い痛い痛い。あ、だいぶ痛くなってきた。いや嘘。はい、大丈夫です。で 嘘ですこれ。いやでもね、うん、本当にちょっと痛いわ。場所だ。そう、このね真ん中のところはやっぱちょっと力入る。ちょっと痛み強いところは長めにじゃなくて今みたいにワンショートで対応させていただきます。なるほど。いやマジで思ったより痛くなかった。いやでもあれ脇があんま痛くないところなんでしょ？いや脇は結構痛い。痛い、はい、毛がやっぱり濃いところなので。なるほど。あれじゃあもう全部余裕なんじゃない？いやもうそんな余裕を言うなよ。炎症止めの薬を。あ、え、これで肩脇終わりっすか？終わり。早っ。痛いねー。はい、はい、それは我慢するしかないから。美ってそういうことだから。そうよ、アムラの時代からそうだからね。アムラ生足のミニスカだったんだよ。冬でもおしゃれは我慢って言ってたから。
これで綺麗になれるんだもんな、うん、普通ヒゲやるときってどんぐらい時間かかります？家の脱毛は今しているお鼻下と顎下の範囲で30分ぐらいで時間は取ってるんですが、少し早く終わる方もいらっしゃいます、30分後には新しい自分に出会えるからな。うわでもなんか減ってきてるわ、なんかこれ気のせい、気のせい、気のせいだった、気のせいだよ気のせいだった、ごめん。え、焼いても減らないってこと？この機械だと、そうですね、あの毛の周期で、はい、あの抜ける時期っていうのが変わってくるんですけど、今日まあ当てて、だいたい効果の実感を得ていただくには2、3週間ぐらいかかります。そういうことなんですね、はい、なので今これで毛を生やしてくださいね、作ってくださいねっていうところを破壊しているので、はいはいはい、今伸びている毛が自然と抜けて次の新しい毛がそこから生えてこないっていう、そういうことです。じゃあ30分後にはあなた何も変わってません見た目は細胞レベルで変わってます。はい、唇の色素にもレーザーが反応してしまうので、あ、唇はちょっと隠しながら照射していきます。そうか、え、唇が白くなる、ちょっと火傷しちゃう可能性が。そうか、あれ黒に反応するんでしたっけ？赤い色とか黒い色に反応します。ありがとうございます。どう？痛かったです。いや正直脇よりマジで痛いわ、でもその伝わってこなかったから、痛いね、喋れんから。いや、いや信じられない。え、その終わった今も痛いの？いや全然。俺そうなの、うん、その痛みが残らない？全然全然。もうだからその一瞬よね、ピッてやられてる時のチカっていうのが強いかどうか、うん、じゃあもうほぼ痛くないってこと？いや痛いよ、その時は。その時は痛いよ。ちょっと顔見もらったわ。ちょっと確認してみて。変わってるよ。ひげはあるよ。ひげないじゃん。ひげはまあ剃っていただいた分があって、あでもなんだ。見た目変わってないから、はい、その一生懸命見ても。見た目は変わってない。でもさ、はい、その。俺ね、なんか知り合いがやった時は、うん、結構ね、まあそれの人ひげ濃いっていうのもあると思うんだけど、うん、結構なんか赤くなってたのよ。あー、そういうのはないね。ね。あ、確かに。いや、そのなんない。え、ちょっとイケメンみたいな目で睨んで。私綺麗でしょみたいな顔してた今。俺かっこいいだろ。お前を今日抱きに行くぜじゃないのよ言ったらそのもうなんか膝ちょっと上げて、うん、みたいなことでしょ。そうよ、膝上げてシェービング。ちょっと待って、ゆっくりやって。え、今マジいや大丈夫大丈夫。そんぐらい、え、そんなさ、うん、がっつり足上げるのかな。上げんじゃない、だって上げんと俺が体勢きついことになる。そうか、これぐらい耐えられんのか、うん。映らないように頼むよ、それは。もう動けるんだから、そっちは。でもさ、うん、その映ったとって、うん、それもう見えないでしょ、ちっちゃくて。なんでやねん。え、ずっともう単勝でやらせてもらってないわ。やらど、何変な言い方やらせてもらってないわけない。やらせてもらってないわ。失礼します。はい。お、結構いくな大胆にいくな、結構。いや、これ無理やなもう丸出し状態。まあでも丸出しせんとね。そうそう、結局できん、それにできんからね、うん、めちゃくちゃ恥ずいぞマジで。ちょっと待って、これマジでどうしたらいいんだろう。今そのスタッフの方のおかげで隠れてる、うん、介護みたいなので、あ、要はね、自分がこう自由に動けなくなった時とかにやってもらわなきゃいけないじゃん。なるほどね。その時に毛がない方がいいんだって。
やっぱり確かにね、清潔感が保たれるという確かに、そう、それを聞いた時にあ本当そうだなと思って、人生もう100年時代、うん、ってなってくるとね、日本の未来を、いやもう股間剃られながら日本の未来を憂うな、股間を剃られながらもう今上星空じゃないと成立せんよ、その感じ満天の星空見ながらじゃないと無理よ。うわあ、ここ痛かったらマジ嫌だな、怖えな。はい、はい、はい、大丈夫です。え、全然痛くない、今のは全然痛くない。はい、あおーい、痛いですね頑張って、そう、頑張るしかない。マジで痛い。あ、本当、あーあー痛い。痛いね。はい。あ、痛い。ああマジで痛い。中心地痛いね。いやいや、あー痛いね。独特の耐え方、もうほぼエヴァの耐え方してるけど痛いのよ、もうどこにいてもやっていいかわからんのよ。余裕じゃん。うん、この辺はね、今どの辺、今中心地また来てちょっと痛みがある感じ。でも最初よりやっぱほんと慣れてるわ。へえ、うん、最初マジで痛かったな。ジンジンしないの、その残り痛みみたいなさ。いや全然全然全然、もうその瞬間だけなの。だへえ、もっとみんな痛がってるイメージあるけど普通、やっぱり場所によって、あと毛の色と肌の色もちょっと暗いところは少し痛いんですよ。痛い、へえ、ね、なるほど。あー痛いですね。これは1回何分ぐらいやります？いや、要は男性の場合は45分ぐらい。あ、ね、怖い、めっちゃ怖い。一旦お玉投げました。空中浮遊させてます。いや浮いてはないよ浮いてはないよ、もう手動で、お玉ちゃんを手動で持ち上がったりでもこの痛みの怖さの方がもう感情的には強いけん、もうその恥ずかしさはない。へえ、もうどこ今やってる？お尻周りを。だこれもね怖いのよね、なんか痛みはないです。へえ、痛みはないけど痛みが来るんじゃないかっていう怖さ。ああ、やっぱあの濃いところのね、毛が濃いところの痛みは知ってるけん、そこで痛み来られたらめっちゃ怖いっていう。どれぐらい怖い？え？なんかそのベトナム来てすぐ横断歩道を渡る時の怖さぐらいなのか、はたまたオビロン食う前ぐらい。全然怖ないやん。いや怖いやん。グロサレってこと？あの怖さ。いやでもあれぐらいか。怖いよ。全然怖ない。人それぞれやん。それは。それは。え？失礼します。はい。どこ？あー痛い。どこ？どこやられてる？お尻周りです。痛いね。お尻周りどちょっと詳しくちょっと言える？肛門周りです。そう、わかんないよ周りは。え？上とか下とかあるじゃん。の股間寄りのあたり。ああ。お玉とお穴の、そう、要は間のさ。そう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 。股部分でしょ。アリの戸渡り。アリの戸渡り。いや、アリの戸渡りじゃない。アリの戸渡り。なんかフィルラルの川渡りみたいな。そんな言い方じゃないのよ。映せないからさ、ちょっとどこやられてるか言ってくんないと。そう、だから、そこですよ。まだそこ？玉と、そうそうそう。
そこがね。何それ、そこ武藤圭司のポーズしてるやん。急に。いやいや違う、やらせんなよ。まだありますか。比較的長いのここ。ここ広いんかな。広くないと思う。なんだそこ広いっていう感想。聞いたことない。あ何今の声。マジで痛いのよ。戸当たりが。そう。なんかでもお前もさ、ああそのこの丸出ししてるのがさ慣れてきたって言うけど、ああ本当俺もお前の、うん、慣れたわ。ああいいよ。マジで。マジでもう見慣れすぎてさ、映してもいいんじゃないかなって思ってきてるわけ。いやもうそれはもうコンプライアンスが分かってないよ。なんかいけるんじゃない。いけてる、映ってるわ。はい、照射します。あーはいはい、全然映しててる今ちゃんと。え、映さんでいいよここは。本当に完全に竿だから。竿ある？ある。なくない？なくなった。なくなってる。あ、やばい。はいはい、大丈夫です。めっちゃケツをね、うん、開かれて照射されております今。力入れるなって。ああ馬みたいにどう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 されてる。これじゃあ痛みより怖さってこと？そうね、痛みは今はないね。今だってお尻周り。あ、でもねやっぱ中心地周りはやっぱ痛い痛い痛い、やっぱり。はい、終わった。終わりました。めっちゃ怖かった。いや、痛みも耐えれなくはないわ。余裕。はい、というわけで終わりました。ヒゲ、浮気、VIO。まあ正直ね、痛みはありました。ただね、自分がこう綺麗になっていくっていう感覚はすごいあるし、まあこれでね、ヒゲがなくなったりとか、まあ VIO 部分が清潔感保たれるなら、痛みを伴っても美しさを手に入れるためには皆さんやってみた方がいいと思います。そしてこちらの YouTube の動画を見たよという方限定で、湘南美容クリニックベトナム院さんから初回 10% オフバンチャーいただきました。ありがとうございます。こちらに LINE した際にはそちらお伝えください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。